こんにちは。今日はバンスリーのレッスンを受けたんですけど、とうとう基礎練習からラーガーっていう旋律を弾く吹く段階に入れたので、ちょっと復習動画を撮りたいと思います。で、今日やったのはラーガハムサダハムスドアニっていうラーガで、結構ね、ラーガっていうと、ラーガっていうのはサンスクリット語で色彩っていう意味らしいんですが、ある程度の規則を守れば自由に自分で即興で吹ける、特有のインドの古典なんですけど、ラーガっていうのは。でハンスドワニって、ラーガによっても例えば、梅雨時期に吹くものとか、あとは朝に吹くものとか、いろんな季節を限定、冬に吹くものとか限定されるみたいなんですけど、このラーガハムスドワニっていうのは結構どの時期でも朝でも夜でも季節も関係なく吹けるみたいなんで、そこからなんか今日は始まりました。で、そうですね、インド先生術とかでもね、結構白鳥というね、ハムスドアニっていうのがね結構出てくるんで、なんか馴染みがあったんですけどね。はい、ではちょっと復習をしていきたいと思います。まずね、気音っていうのかな、基礎になる音がサっていう、インド古典音楽ではドみたいな音なんですけど、でそこが大地みたいな感じで、で根っこの音っていうのがそのサよりも低い音で、ニとかパっていう音なんですけど、そのニとかパをの根っこをまず生やしていくっていう作業をして、ニとパの音をまずニをニの音をいや3回4回頑張って、その後パの音を3回4回頑張って、で次はサよりも高いレの音に、それでで、そのサが土で、サよりも上の音が草木みたいな、芽吹いていくみたいな感じで、音をどんどんこう増やしていくみたいな感じみたいですね、高い音に。